はい、短期決戦です。10月16日10時39分です。第1424回ロト6の予想をしていきたいと思います。ロト6の予想ね。ロト6過去10回、ロト6過去2回、ロト7過去2回、ロトミニロト過去2回、全然ぐちゃぐちゃだね。ロト6過去10回から1が何個あるか、2が何個あるか、3が何個あるか。カウントイフで調べていきます。で、今後6回、ロト6過去2回、ロト7過去2回、ミニロト過去2回で今後6回なんだけど、1が何個あるか、2が何個あるか、3が何個あるか。重複をチェックしていきます。ボーナス表示もチェックしていきます。そうするとだね、いつもは、こう、過去10回に、こう、10回中何回で何個あるって表示してたんだけど、それはちょっと、飛ばして、自動的に、全抽出数字、出現回数、回数、色付け自動化ってなってて、何回出てるかを集計した、表が出来上がってるわけ。で、全抽出数字、の表が出てて、出てないところが、0回のところが空白になってる。6が空白。18が空白。38が空白。出てない数字が6、18、38ね。で、挟まれた数字が一目でわかるの。この22と、8と、そう、22と8の。で、被っている数字が5以上にしたんだけど、5回以上出て、ボーナス数字と、ロト6過去10回と、ロト6、今後6回と、ボーナス数字で、さらに回数、その合計数字が、5以上のやつをピックアップして、11、12、13、14、15、20、24、36。で、予算公開は今後6回。重要数字は今ピックアップしたやつね。で、準重要数字はボーナス数字。で、参考回を見て目立つ数字は、この参考回、今後6回を見て、2回以上出てる数字を書き出します。で、前回の数字からの連想展開。前回の数字からの連想展開も自動化したいんだけどね。前回の数字を赤で示して、その両サイドをオレンジ色で示します。そして並べると、こうなりますよ。で、この数字を使って、予想していきましょう。だからね、7、9、11、12、24、29とか。39、36、37、42、38、37、34、33、43、43、39、36。38、35、36、40、37、36、33、32、39、42、38、35。7、9。これね、579。579。10。6、5、4、2、1、3。4。5。8。5。5。14、15、17。20、29、28、27、9、13、19、29。ああ、こんな感じなんだけどね。10、12、14、20、8。
33、29、24、5、9、11、17、26、25、18、2、9、15、24、28、29の方がいいな。25、13、12、14、18、26、12、19、22、24、20。こんな感じね。もうこれも、この予想も自動化できると一番いいんだけどね。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。